であのこれ3試合連発になりますよね。で本人の談話が狂ってましてね、この大事なね。しかしボイラーさん、はい、本当にこの余韻がね、ベンチにもおそらくそうでしょうけどもね。ところが広島側としてはね、はい、これも吹っ切って、しかしそういうことを考えておるよりはやっぱり今日完走ということになりますと、これから残りゲーム戦うのに非常に楽になりましたね。またあの加わってきますからね、明日から残りゲーム30試合を戦うこの中日越野監督でありますが、打った文句ない、いった、スカッとした、スカッとするホームラン、松井プロ入り初ホームラン、プロ入り初です、松井がやりました。できてプロ初打席でいきなり初ヒット、そして5回目の打席でプロ入り初ホームラン、すごい選手です。3年目松井、大栄からこの広島に移籍してまいりましたが、この一撃です。森永さんも当たった瞬間分かりましたね。分かりましたね、まあ、本当にあの本人もね。